はいみなさんこんにちは AI ブーチマニアトです 本日は言語モデルを使った文章の要約方法について解説していこうと思います。チャット GPT が最近題なんですけども、チャット GPT では入力できる文字数に制限があって、長すぎる文章を要約したいなというふうに思っても、要約させることができません。例えばこちらは、えっと、GPT3.5 に文章を要約してというふうにお願いした結果なんですけども、GPT3.5 では入力トークンの上限が4097というふうになっています。でトークンっていうのは モデルに入れる時の文字数や単語の分割単位になるんですけれどもで日本語の場合はこのトークンの数が多くなりやすいというふうに言われています例えばトークンの上限が4097個だとだいたい3000文字ちょっとしか入力することができないので、えー、とこのようにエラーが発生してしまいますで他にも例えば手元に大量のテキストファイルがあって、まあ、これをまとめなきゃいけないとか、えー、そういったことももしかしたら仕事で、えー、あったりするかもしれません で今回紹介する方法を使えば長い文章でも簡単に要約や検索を行うことができますで前回は文章の検索方法について解説したので今回は要約方法を解説して実際にプログラムの実装をやっていこうかと思いますプログラムの知識がない人でもエンターを押せば使えるようにしているのでぜひ最後まで見ていってもらえればと思います、えー、それでは早速やっていきましょう はい、最初に要約方法の紹介になります。要約を行うっていう風に言ってもいろんな手法があって、ここではそれぞれの特徴についてえ簡単に紹介していきたいと思いますで。この後紹介するプログラムの実装の中でどの手法を使うかってことを選ぶことができるんですけれども、ここでの解説を聞いてもらえればどれを使えばいいかっていうのがえ自分で決められるようになるかと思います。 で今回紹介する手法としては、スタッフというものと、マップレデュースというものと、リーファインというものと、マップリランクというものがあります。で公式ドキュメントを見ると、最後のマップリランクに関しては、まだ実装がサポートされてないようです。はい、最初にスタッフの紹介です。で、このスタッフは、単純にですね、えっと、文章をそのまま入れて、要約してもらうという方法です。 で、このやり方に関しては、まあ、良い点としてはですね、1回の API のリクエストで良いので、まあ、料金がですね、他の手法と比較して、まあ、少ないということです。で、悪い点としては、まあ、入力するトークンの数に、まあ、制限があるということで、最初にも言ったんですけども、GPT 3.5のターボだったら、4097トークンまでしか、えっ、ー、と、入力として入れることができないので、それ以上の長文を要約しようとすると、エラーが発生して、要約ができなくなります。はい、で、次に、マップリデュースになります。で、こちらは、文章が、 モデルの入力の上限よりも長い場合に検討するべき手法の一つとなります。で、マップリデュースでは、最初にこの文章をえっと分割します。で、その後にその分割した文章に対して、それぞれ要約を行っていきます。で、ここだったら文章が3つに分割されていって、それぞれに対してえっと要約をするということになります。で、最後にこの要約された文章のさらに要約を行っていくということになります。 で、この手法の良い点としては、モデルの入力上限よりも長い文章を要約できるということと、各文章の分割ごとに要約を実行できるので、並列に実行することができますと。で、並列で実行することができるっていうのは、この分割された文章を同時にですね、要約することができますということになります。で、悪い点としては、その分割ごとに API にリクエストを送信するので、最初に紹介したスタッフよりもコストがかかるということです。 また要約の質なんですけども最後の要約の要約を行うときに情報が失われる可能性があるというふうに言われています、はい、次にリファインになりますでこちらはマップリリースと同様に最初に文章を分割しますでリファインではその最初に分割された文章に対してまずは要約を行いますはいでその後に要約された文章と2つ目の分割された文章を使って、えっと、要約を行います でこれを文章の分割数分だけ、えっと、繰り返し行っていくという手法がこの Refine になりますで。この手法の良い点としては、要約された文章の質が高いということです。で悪い点としては、まあ、スタッフと比較して多くの API のリクエストの送信が必要になると、まあ、つまりコストが高いということになります。 あとは、この前の要約を使って順番に要約を行っていくということで、えっと、マップリデュースは並列だったんですけども、こちらは直列的なえっと処理となっています。なので、要約をするのに少し時間がかかるというふうに考えられます。また、文書の順序にもその要約の質が依存してしまうと、そういった可能性もあるというふうに言われています。はい、最後にマップリランクです。で、こちらは最初にまず文書を分割して要約を行うと。 いう点に関しては、2つ目に紹介したマップリデュースと同様の書になっています。で、マップリランクでは、この要約を行った時に、一緒にその要約がどれぐらい自信があるかっていうのを言語モデルに予測させて、その自信度のスコアみたいなのを算出させます。そうすると、その分割された文章ごとに、その要約がどれぐらい自信があるかというもののスコアを得ることができます。で、この中で、一番スコアが高い対象を要約として返すという手法が、このマップリランクになります。 で、良い点としては、マップリディスと同様に並列で実行できるというところで、まあ、速度が速いという点です。で、悪い点に関しては、分割された文章を組み合わせて要約することができないというところで、要約の質が下がるという可能性があります。で、マップリランクに関しては、先ほども言ったように、まだ引数としてサポートされていないようなので、今回は最初の3つに関して実装を紹介していきたいと思います。 はい。それでは早速実装の方やっていきたいと思います。で、こちら Google コラボといって、えっと、Google のサーバー上で用意されている、えー、プログラムの実行環境になっています。で、Google アカウント持ってる人は、誰でも実行できるので、えっと、概要欄の方にリンク貼ってますので、興味ある方は、えー、実際に実行しながら、えっと、見ていただければと思います。で、Google コラボでは、このセルと言われる単位ごとに、えー、プログラムを実行していきます。で、実行方法は、このセルをクリックで選んで、えー、シフトとエンターを押します。えー、最初にまず必要なパッケージをインストールしています。 で私はすでにえっとインストールしてますので、えっと、すぐ終わってるんですけども、えっと、最初に実行する人は少し時間がかかるかなと思います。はい、続いて、このコラボ上でえっと使用するパッケージをえっとインポートしています。これをすると、このコラボ上でえっとインストールしたパッケージを使うということを宣言しているということになります。 で、あとは、ここに、えっ、ー、と、OpenAI の、えっ、ー、と、API キーを設定してもらえれば、えっ、ー、と、この後のプログラムが、えっ、ー、と、動きます。ということで、私はすでに、えっ、ー、と、設定してるので、えっ、ー、と、今はですね、コメンマークで隠しています。今回は、 えっと、言語モデルとしては、GPT 3.5のターボというものを使用していきます。で、テンプレ e r a っていうのが0にして、えっと、max ストークンズですね。これ、えっと、出力がどれぐらいかっていうトークンの数ですね。今、1000に設定しています。で、このテキストスプリッターっていうのが、最初に話したように、えっと、文章を分割する機能になっています。今、えっと、1000文字単位で分割するという風に設定しています。で、こちらも実行してもらいます。 で今回、要約する文章なんですけども、ウィキペディアから、えっと、ドラゴンボールのあらすじというものを要約してみたいというふうに思います。で、これを要約するには、Google コラボ上にこのテキストファイルをアップロードする必要があります。で、アップロードの仕方としては、えっと、こちらの左側の、えー、このファイルボタンを押してもらえば、こういったウィンドウが開くので、ここの、えっと、セッションストレージにアップロードというものを押してもらえれば、自分のパソコン上にあるファイルをアップロードすることができます。 はいで、今回要約する文章なんですけども、えっと、ドラゴンボールの話というところで、えっと、ドラゴンボールまだ見てなくて、ちょっとネタバリ嫌だなっていう人はですね、飛ばしてもらえればと思うんですけども、えっと、中身はですね、こんな感じになってます。えっと、孫悟空少年編とかですね、ピッコロ大魔王編とか。 えっと、続いてって、えっと、最後、魔人ブー編というところで、ドラゴンボール Z ですかね、最初から最後までの、えっと、話が書いてあります。で、これをちょっと要約してもらおうと思います。で、アップロードが完了したら、えっと、プログラムを実行していきます。で、アップロードしてる時に、左下にですね、文章が長いと、えっと、アップロード中のマークが出てくると思うんですけども、え、そのアップロードマークが、えっと、完全に終わってから、えっと、プログラムを実行するように、え、お願いしますというところで、えっと、実行していきます。 それは、えっと、ドラゴンボールというテキストを読み込んで、えっと、それをテキストスプリッターですね、1000、えっと、文字単位で分割としています。それをドキュメントという形式に変更しています。なのでこのドックスを見ていくと、まあ、こういった形になっていて、えっと、文章を一つ一つですね、1000、えっと、文字単位で、えっと、区切られているかなというふうに思います。 はい。で、最初にまず、えっと、スタッフというものを、えっと、実行していきます。で、ラングチェーンを使えば、えっと、これ簡単にできてですね、えっと、チェーンタイプをスタッフという風にして、えっと、モデルを与えてあげれば、えっと、予約ができます。はい。そうすると、このようにエラーが出たんですけども、スタッフの方はですね、 えっと、入力の上限が、えっと、モデルに入れられるトークンの上限の数というふうになっています。まあ、なので、今回の文章は4825トークンあるので、まとめて、えっと、その文章を予約することができないというところで、エラーが出てしまいます。なので、こういう長い文章を扱うときは、ちょっとスタッフは使えないということになります。はい、続いてですね、えっと、マップリデュースの方を、えっと、使ってみたいと思いますが、えっと、簡単にですね、このチェインタイプのところをマップリデュースというふうにすれば、実行ができます。 はい、そうすると、今、ようやくが終わって、だいたいですね、えっと、50秒ぐらいかかったのかなというふうに思います。で、出力を見てみると、この、ドラゴンボール Z、フォローズ、悟空、なんちゃらなんちゃらってことで、ちょっと英語でですね、えっと、出力が出てしまっています。で、これ、マップ、 レイディース使ったんですけども、文章分割をして、それぞれ、えっと、予約をして、最後に予約の予約をやってるというところだったんですけども、で、その生成過程っていうのを可視化することもできますということで、えっと、このバーボースを true というふうにしてあげれば、えっと、生成過程をですね、えっと、可視化することができます。 はい。で、今ですね、生成過程を出力し終わったんですけども、えっと、ちょっと中身見てみましょうということで、文章をですね、分割した後に、えっと、それぞれで要約をするというところなので、どういうふうに実行されているかというところなんですけども、えっと、最初にまず、Write a Concise Summary of the Following ということで、えっと、以下の文章の簡潔な要約をしてくださいというふうにして、まあ、最初のまず文章が与えられていますと。 で、続いて、同じように2つ目の文章が与えられているという感じですね。まあ、これ何やってるかっていうと、ラングチェーンの中で、結局ですね、プロンプトを使って、えっと、このように書いてますよということを、えっと、表しているというところです。で、えっと、続けてですね、えっと、見ていくと、まあ、最終的には、えっと、その要約の要約をすると、こういうふうになりましたということで、先ほど出た文章が出力されているということになります。 えっと、日本語に直したいなっていうふうに思うかと思うので、えっと、この中で書いている、このプロンプトですね、えっと、上書きで書き換えることができます。で、そのやり方なんですけども、えっと、まずプロンプトカスタマイズするというところで、えっと、プロンプトテンプレートというものを使用します。カスタマイズするテンプレートを最初に定義してあげて、次の文章を日本語で簡潔に翻訳してください。こ要約ですね。要約してくださいと。いうふうに言います。 で、これを実行してあげて、で、同じようにですね、えっ、ー、と、実行するんですけども、えっ、ー、と、引数として、このマッププロンプトというものと、えっ、ー、と、コンバインプロンプトというものを与えます。で、これ何かっていうと、このマッププロンプトっていうのは、最初に分割した後に、その文章ごとに要約をするときのプロンプトを指定しています。で、こっちらコンバインプロンプトっていうのは、えっ、ー、と、最終的に要約の要約を行うときの、えっ、ー、と、プロンプトを指定しています。で、ちょっと実行に時間がかかるので、飛ばしたいと思います。 はい。そうすると、今、えっと、予約が終わりましたというところで、えっと、プロセスの中身を見ていきたいと思います。で、先ほどはですね、えっと、ここ英語だったんですよね。えっと、コンサイス、ライターコンサイスサマリーってことだったんですけども、えっと、今ですね、プロンプトを、この次の文章を日本語に簡潔に、えっと、予約してくださいというふうに入れてるので、えっと、そのようにですね、使ってくれています。次の文章を日本語で簡潔に予約してくださいと。で、文章がこれですということで、えっと、使ってくれてると。 で、最終的な出力もちゃんと日本語で、えっと、孫悟空はドラゴンボールを集めて願いを叶える、えっと、シェンロを呼び出す旅をし、えー、修行を積んで強くなり、形を作り、勝利すると。で、かなり正確にですね、要約できてるんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてですね、リファインの方やっていきたいんですけども、えっと、リファインも同じようにですね、えっと、チェーンタイプの、えっと、ここですね、パラメータを、えっと、リファインというふうに定義してもらえば、実行ができます。で、リファインは、最初に分割された文章を直列で、えっと、要約していくということでした。 で、中でやってることを見ていくと、えっ、ー、と、まず最初にですね、ラ i g h t Concise Summary of the Following ということで、先ほどの Map Reduce とやったこと同じですね。最初にまず、えっ、ー、と、簡潔な要約をしますと。で、その後が、えっ、ー、と、違うところで、プロンプトとしてはですね、えっ、ー、と、You r e Jove is to Produce Final Summary ということで、えー、あなたの仕事は、えっ、ー、と、最終的な要約を作ることですというところで、えっ、ー、と、これまで入れた文章と、二つ目の文章を使って、えっ、ー、と、要約を作ってくださいというふうにして、プロンプトを指示していることがわかります。で、それをただ繰り返し行っていくというところですね。 で、そうすると、最終的には、えっと、こういった出力が得られてると。で、ちょっとこれもですね、えっと、英語になってしまってるというところが、えっと、ちょっと気になります。で、あとですね、えっと、時間としては2分ぐらいかかってるということで、えっと、マップリデュースよりもですね、えっと、2倍近く、えっと、時間がかかっています。で、これは最初に説明したように、えっと、マップリデュースは並列で、えっと、同時に API を使ってるんですけども、えっと、リファインは、えっと、直列でやってるので、えっと、前の文章の予約は終わらないと、 次の文章の要約ができないというところで、ちょっと時間がかかるかなというふうに思います。続いてですね、このリファインの中の、えっと、プロンプトですね、これ書いてあげましょうというところで、えっと、書き方なんですけれども、えっと、こういうふうに、えっと、書くことができますと。で、一番最初のプロンプトに関しては、えっと、最初に分割された文章の、えっと、要約の仕方になります。これですね、今、まあ、次の文章の簡潔な、えっと、要約を書いてくださいと。で、えっと、日本語の要約というふうにして、えっと、出力させてあげます。 で、その後の、えっと、リファインテンプレートというのが、えっと、ちょっと新しくて、えっと、先ほどのですね、英語の文章、あなたの仕事は、えっと、最終的な要約を作ることですとか、えっと、与えられた文章を踏まえて、えっと、日本語で要約を改善してくださいと。与えられた文章が有用でない場合は、えっと、途中までの文章を返してくださいというふうに、えっと、指定してあげます。はい。で、実行に関しては、えっと、先ほどと同じような形で、えっと、ロードサマライズチェーンというところで、えっと、与える引数ですね、えっと、クエスチョンプロンプト、 というものと、えっと、リファインプロンプトということで、このクエスチョンプロンプトに関しては、えっと、最初のプロンプトですね。で、リファインプロンプトに関しては、えっと、違う分割された文章をですね、入れてみて、その要約が改善できるようだったら改善してくださいと。で、有用じゃない場合は、途中までの文章を返してくださいというプロンプトを設定しています。で、これで実行してみると、えっと、こういった形でですね、先ほどは英語だったんですけども、えっと、この設定したプロンプトを使って、えっと、要約が行われています。で、ちょっとこれも時間かかるので飛ばしたいと思います。 はい、今ですね、えっと、予約の方が終わりましたというところで、えっと、ちょっと見ていきたいんですけども、えっと、最終的なですね、文章がですね、えっと、こういった形で、えっと、ドラゴンボスシリーズンの予約は、えっと、孫悟空がドラゴンボールをた探す旅に出て、えー、多くの敵と戦いながら成長していくと。まあ、あの、具体的な話じゃなくてですね、全体像として、えっと、うまくまとめてくれてるのかなというふうに思います。 で、リファインはちょっと時間がかかるんですけども、まあ、ある程度ですね、質が高い文章を、えっと、生成できるのが特徴かなというふうに思います。はい。以上で、えっと、言語モデルを用いた文章の要約の仕方についての解説を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、えっと、高評価、コメント、え、チャンネル登録の方よろしくお願いします。え、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。